皆さんこんにちは、武田塾のカノです。フレザーです。シュジです。今回は公文について語ろうぜということで、いやなかなか個人的にはテンションが上がらないですね。いや上がんないよ今日はね、何を隠そう、古文嫌いの我々二人が古文好きのねレアキャラを挟んでるっていう、そんな特別会なんですよ。これ古文好きの方じゃなかったですか？嫌いの方ですよ、それは。なくなってほしいと思ってますよ。なんてこと言うんですか本当ですよ。古文勉強する時間あったら、もっとみんなに英語を極めてって、英語使える人材増やした方がいいんじゃないかとね、ちょっと思っちゃってるんですけど。そのアメバプライムみたいな。そう、まあ、とはいえね、試験で入試で求められるわけだから、どうやって古文を、まあ、得点源にしていくのかっていうこともちょっとね、話していけたらと思います。じゃあまずはそもそも古文って楽しいのかつまんない科目なのか、それまずはね、ちょっと決着つけようじゃないかっていうことで、はいはい、だからこれから、まあ、古文がまだちょっと嫌いな高校生の時の清水くんみたいな子が、うん、どうやったら楽しくないなりに頑張って得点源にする、うんうん、もしくは好きにしちゃえばいいんじゃねっていう、まあやり方があるということなんですね。今日は古文嫌いの2人を古文好きにしてほしいっていう、そんな回です。同じように今見てて、そうそう古文なんて嫌いだよって思ってる子は、ぜひね今回これで好きになるかどうかっていうのをちょっと試してもらえるといいんじゃないかなと思います。なるほど。ハードル上がってませんか？大丈夫ですか？責任重大ですね責任重大だよもう。じゃあそもそも清水先生は古文嫌いの、はい、で古文嫌いのまま終わりました、うんうんうん、はい、センター試験古文全部4番塗りました。最悪だよそれもう。そもそもじゃあなんで古文嫌いなのかについてちょっと話しません？今思うに、もう高校1年生から嫌いだったんですよ、うん、助動詞活用表、うん、呪文のような、何これ、高1から嫌いでした、うん、呪文で覚えないんですけど、うん、じゃあそれが何なんですかまでたどり着かなかったっていうことですよ、うんうん、何なんですかっていうのは分かんない、活用の話っていうのは分かんないけどさでもこんなの覚えてもみたいな、だって将来的にもう古文読む機会ないしみたいな、結構思っちゃってたんですよね、うん、活用表とかのまずじゃあちょっと面倒くささ、文法じゃないですか、うん、確かにね、我々富井先生だったりね、岡本先生のね古典文法のね参考書、確かに分かりやすいよと、いや分かりやすいんだけど、そもそもでもこれ興味持てないんだよみたいなの結構ありますよね。なんか廊下に呼び出されて、うん、なんか暗唱してるかとかテストさせられました、ね、そう、いやこの時間なんなんみたいな英語勉強したいんですけどって思いながらさ、あの学校のいややってたもんだって。どうですかその古文と、まあ、古典文法、助動詞とか助詞とかって、まあ、切り離せないものだと思うんですけど、うん、これは何だろう、初手そっち行っちゃったのがまずいんですかね、それともなんかその文法そのものももっとやりようがあったって感じなんですかね。確かに、でも初手そっち行っちゃったのが良くないっていうのは多分ある気がしてて、はいはい、やっぱり思わないですよあれは。わかります。あれは面白くはないです決して、うん、ニコニコしながらやってたわけではないんだ。ではないです、ね、私もなんでこんなんやってるやろって思いながら、そこは一緒なんだ、ちょっとブツブツブツ言ってたんですけど、うん、やっぱり覚えたものを使うことによって古文が読めた時のあの達成感、面白さが古文の真髄だと思うので。なるほど。そこだけを見てたら確かにそれは面白くない。確かに英語で考えたらわかりますよね、英語英文法単体だけ勉強して面白い人ってあんまりいないですよ、ね、わかる。英文法まあ好きですけど、うん、職業病じゃないですか、おそらくですけど、うんうんうん、英文法大好き、ネクスト愛してるみたいな受験生ってあんまりいないっすよ、ね、いないだろう、ね、だからそれこそ英語長文読めてとか、うん、英会話できて その使う方で楽しいですもんね、うん、だからそこが一緒ってことか。でも確かにそう、英語も最初は英文法嫌いだったから、まあそれは結構同じ理論かなと思うんだけど、はい、なんかでもそう嫌いの程度が違うというか、英文法やってる時はいやこれはでもすごい役に立つだろうなって思えてるんだけど、なんか古典文法の時はね、なんかやっぱね将来使えるかで考えちゃうからダメなのかな大人になった時絶対これ忘れてるし、今意味あるのかなとか思っちゃって英語だとさ将来的にも役立つだろうっていうのをなんか思えたから、そこのなんか嫌いの程度がちょっと違ったのはあるかもしれないですね。なるほど。この辺りはなんかどういうテンションで古文の文章とかと向き合ってたかとか覚えてます、うん、そうですね、私一個思ったのは、私も結構英語の文法書好きだったんですよ、はい、でも英語の文法書の問題を解くのが好きで、あれはなんか短い文章があって、うん、括弧があって、ここに入るやつを4択から選びなさいみたいな、なんか解いてて楽しいなっていうのがあって、で私は古典文法の活用を覚えるときに表を穴埋めするみたいな感じで覚えてたんですよ、うんうん、はい、だとちょっとずっとブツブツ唱えてるよりはちょっと楽しい。あ、だ例えばこんなねステップアップノートとかちゃんと問題になってるやつで実際解いてると確かにちょっと楽しいかも、丸罰ゲームになってくるとねちょっと楽しいかなって確かにあるかもしれないな。今日だけ見てやっぱ今日のように答えるっていうのは結構やっぱね誰しも苦痛に思っちゃうんじゃないかなと思いますね。あとは一文字だけ覚えるんじゃなくて、うん、その後に来るやつを一緒に覚えたらだいぶその覚えやすくもなるし、自然形とかちゃんと意味があるじゃないですか、うん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 、その意味と結びつけながら覚えれるし、後々文章を読む時にも役立つっていうの。ミニマルフレーズ的なことですか？あ、そうです、うん、なんとかズーみたいな、未然形だったらズーがつく、うんうん、近ズーとかって言って、あ、そうですそうです、あ、こういう使い方するんだみたいな風に覚えるってことですね。そういうことです。実際の文中でどういう風に具体的に使われて、それでどういう意味になるのかまで覚えれば面白さが出てくると、うん、そうです。
まあ、確かにネクステ系とかもそうなんですけど、問題を特にする瞬間になんかやってる感出るみたいなのって結構どの教科もあるじゃないですか。だからやっぱり優しく分かりやすい古典文法とかステップアップノートとか、ああいうのはやっぱ使ってなかったんですよ、まあ、学校の先生の板書ノート暗記テストみたいなっていうやり方をしてたんで、まあ、それは確かになんか解ける感覚つかなくても解いてるっていうかなんか謎に覚えてるみたいな、それこそ受験で使うっていう目的意識すらなかったかもしれない。将来も役に立たない、受験でやる意識もないってなんかさ何のためにそれ覚えるんだそれはね誰もやりたくなくなりますよね。入試における古文の重要性とか、うん、どうやったら解いてできるようになるのかっていうのは知ってる状態で古文やるのと全く見えてないので全然モチベが変わりそうです、ね、清水先生と自分でちょっと違うのは、自分はその得点ゲームだと思ったらそこには楽しさを感じられたっていうね、うん、それはまあ入試で使うっていうしっかり認識あったからっていう違いかもしれないですね、うん、確かに僕日本史好きですけど、うん、別に全部の時代が好きなわけではないですよ、うん、特に好きな時代とまあやらなきゃいけないからやってる時代みたいなのがあって、うんうん、まあ、入試を使うしこの問題集覚えてたら覚えてたしみたいので確かに覚えてました、うん、自分もね、いやこれ何のためだと思いながらも、まあ、少なくとも自分の行きたい大学に受かるためみたいな目的があれば結構ね、うん、がむしゃらにというかつまんないなと思いつつもできるし、でそれで点数が取れてくると、あこれ面白いゲームだなみたいになってくるみたいなのはありますね。問題集をちゃんと使おうみたいなのは結構大事かね、そうだからやっぱり現実的な子は得点できることに面白さを見出していくっていうのが、まあこれ古文だけじゃなくて、まあ、あらゆる科目に通じるかなとは思いますね。できるようになったって問題が解けるのその中身がないと思うんですね、うんうん、ただ船澤先生はねこれともやっぱ違うんだよね。古文そのものにこう面白さを見出してるから、ちょっとそれについてね教えてもらっていいですか。やっぱり古文が面白いのって基本的にそこにストーリーがあるじゃないですか、うん、今から考えたらありえないような出来事がたくさんその文章の中で起こってるんですよ、うん、でその文章がまず読んでて楽しいっていうのもありますし、私が多分古文が好きだったのは、なんかやっぱこう棒線が引かれるようなちょっと分かりづらい文ってあるじゃないですか、それの意味がカチッとはまった時のきたーみたいなノートレのあのに近い感じ、アハ体験が来てんだみたいな感じで、分からなかったやつがこう分かって綺麗にすっきりいって文章の最初から最後までが一本の糸でつながるみたいなっていうのがめちゃめちゃ楽しいなって思ってました。なるほどね、確かに読解問題とか確かに解いてて楽しいことが結構ちょいちょいあった気はしますね、はい、ちなみにそもそものその古文のストーリーでなんか印象に残ってるこういうエピソード面白いんだよなみたいなのって何かあります？やっぱ一番強烈だったのは、うん、結構恋愛ものってあるじゃないですか、うん、多いもうほぼ恋愛ものみたいな、うん、男の人が女の人を思って夜に泣くみたいな、女の人からの手紙を見て夜に泣くみたいな、うん、もうなんでみたいな本当にもうメンタルがお豆腐すぎてめめしすぎる。だからあの装飾系男子の子じゃないよね、もうね、もうそうです本当に、うん、その当時はこんなにもなんか豆腐メンタルの男の人いたんだみたいな、はい、ちょっとないなみたいな感じで楽しむとか、うん、あとはかと思えばめっちゃクズいるんですよ。クズいるんだ。いっぱいいるんですよ、うん、なんでみたいな。でその結構やっぱ時代的に今では考えられないけど、うん、そのいろんな一人の男の人に何人も奥さんがいるみたいな、うん、今日はあっちの方に行く、うん、今日はこっちの方に行くみたいな、うん、そんなのがあったり、口先ではうまいこと言っといて、うん、また明日来るよみたいな、うん、絶対違う女とか言って結構なんか人間臭いところがあって、うん、読んでて面白いなって思ってましたね。あ、なるほどね。じゃあ平安時代とかのそのクズ男を見て、はい、この男クズだなって思って楽しんでたみたいな。そうですそうです。それは確かに面白い楽しみ方かも。勉強じゃなくてエンタメだと思って、うん、コンテンツだと思って、ね、コンテンツなんだね、はい、文章で表現された、うん、まあ、恋愛ドラマみたいな風に、うん、まず頭の中で置き換えられるかみたいなところなんですかね、うんはい、恋愛ドラマとかを好きな人にとっては古文って実はめちゃくちゃ面白い可能性ありますね。確かに、まあ、男女の色恋はね別に千年の時を経ようが共通項あるかもしれないですけど ね、やってること今の時代のクズ男と同じようなみたいな見てると面白いかもしれないですね。現代でもいやこういうクズ男がいるよなとか、こういうクズ男が気をつけようみたいに見るとちょっと面白いかもしれないですね。ちなみになんでその手紙を見て泣いたんですかね、うん、わさようならあなたとはもうみたいな。いやでもそんな感じだと思いますよ多分、うん、こう振られるか、うん、分かんない。その手紙の内容自体も和歌なんで、うんなるほどね、100% 分かってるかと言われたら、うん、ないけど、まあ、大体こういうことを言われたんだろうな、うん、だから泣いたんだろうなみたいな、うん、そういう感じで、そのまあでも大体でも読めるのがまたそれは面白いところかなって思いますね、うん、個人的にはあんまりね恋愛小説とかドラマあんま興味ないからあれだけど、そういうのが好きな人にとってはこれ面白そうだなと確かに思いますね清水先生はどうなんですか。なんか古文嫌
嫌いな風出してるんですけど、うん、定期テストのテストね7割ぐらいは取ってたんですよ。結構取ってる。そうあれね、なんでかって言ったらね、文章丸暗記してたんですよ。この文って、うん、なんかこういうストーリーで、うん、結局こうなるんでしょオチ的にはって覚えてたらなんか点取れるみたいな覚えちゃう、うんうん、そうそうそう、あの定期テストの直前対策で何したかっていうと、もうあの古文のその文章全く触れないの。あの現代語訳だけ読んでどんな話かだけ掴んでるとなんとなくで点取れるみたいな。確かに現代語訳読んでこういう話なんだって言ってる時はそこまで不快じゃなかったかもしれない、うん、より読むための文法みたいな、なんか読解とその武器っていうのをちょっとちゃんと分けて考えた方がいいのかもしれないですね、うんうん、軍記物とか僕好きだったんですけど、うんうん、戦国時代大好きなんで戦いが起きてるとやっぱ楽しいみたいな、うん、男臭いですね。あとはやっぱね、本当に古文苦手な子をどうにかね取り組んでもらう方法として源氏物語の漫画とかを先に読んでもらうみたいな。それは私やってました。お、やってました。最初にあの源氏物語の漫画をお母さんが買ってきてくれて、うん、もう結構すっごい分厚いんですよ、うんうんうん、これがコミックかみたいな分厚いやつが8冊ぐらいあるんですけど、あるあるある。そうですよ、うん、それを全部読んで、うん、途中でもう誰が誰かよく分かんねえなってなりながら、うん、なんとか読み切って、うん、光源氏クズやなって思って光源氏はクズなんだなんてやつやって思いながら全部読んで、結構やっぱりよく言われることとして源氏物語ってめっちゃ難しいって言われるんですよ、うんうん、読むのが、ね、だからそこはもうしっかり先に読んどいて話を知ってるから読めるみたいなこともありましたし、あとは結構その定期テストにその文章の現代語訳っておっしゃってましたけど、うんはい、古文の文章って同じような展開めっちゃあるんですよ、うんうん、大体こうこうで泣いたらもうこう思ってるみたいな、うん、なんかそういうのが結構パターン化されてて、そういうのでやっぱいっぱい読んでるとちょっとずつなんか分かってくることもあるのかなって思いますね。それで思い出したんですけど、うん、源氏物語とかって長くないですか？全体像が見えてないのにシーズン10ある海外ドラマのシーズン6の12話だけ見てるみたいな。確かにね。この人ってそもそもどんな人なのとかっていうのがちょっと分かんないままね、そうそうそう、キャラ掴めてないし、うんうん、今どういう前提において今そのなんか波乱万丈が起きてるのかみたいなのが分かんないって、ここだけ切り取ってるからなんかよく分かんないってなる。確かに。なんか1話完結の古文はまあまあ好きだったんですよ、うんうん、なんか1話で完結するアニメとかドラマあるじゃないですか、うんうんうん、あのちびまる子ちゃんとかね、うんうんうん、あれも一話完結じゃないですか、笹沢さんも、うんうん、あれだってその回だけ見てわかるじゃないですか、うんうんうん、でも例えばワンピースのなんかこの途中だけ見ても多分面白くないと思うんですよ、うん、確かにね、まあ、みたいなことなのかな、うん、この伸びる男は何だそれはさすがにわかるんでしょうねまあまあでもね、確かにどうなんでその仲間がいるのかとかわかんないですよね、うんうん、ってことはそれの源氏物語の全体像がなんか見えてると、あれのあそこでみたいなっていう風になりやすいんですかね、うんうん、そうです。私も実際全てを一回読んだだけで把握しきったわけではないし、ここで誰がどうしてとかは別に覚えてないんで、実際その源氏物語が出てきた時はしっかり読むしかないんですけど、やっぱりその光源氏がどんな人なのかって分かってたりとか、メインのヒロインみたいな2人いるんですけど、その2人がお互い光源氏とどういう関係なのかっていうのが分かってるだけでも全然読みやすさが変わってくると思うので、なるほどね、だから前提知識として光源氏はクズ男だからこの時こうするだろうみたいなのが分かってると確かにちょっとねストーリー追いやすいみたいな、そんな感じです。なるほどね、はい、あとなんかいろいろ作品あるじゃないですか。じゃあ大体どのその有名どころの作品は大体のそのどういう設定のどういうストーリーかはなんとなく分かった状態で細かく読んでいくみたいな形になってるんですか？そうですね、なんとなくやっぱりその有名な文章ってその違う場面が出てきたりとかするじゃないですか、うんうん、そういうのであらすじを全部を把握しようって思ってなくても、知らず知らずのうちに、あ、この前この後の話っぽいとこ出てきたなみたいな感じでも、その一個引っかかりがあるかどうかで読みやすさってだいぶ変わってくるかなって思います。だからこそ問題文の文章を読むときにやっぱ楽しみながら読み物として読んだら記憶に残るじゃないですか。確かに確かに。それがいつか身を助けると思ってこうやけくそにならずに丁寧に読んでもらえたらいいんじゃないかなって思います。なんかその漫画とかを通してなんか古文常識を学べるみたいなのはよく聞きますね。いやそれはね、お母さんすごいっすね、すごい、まあ、それをもう見抜いて、ね、我々がね指導して何年かしてやっと生み出した技をもう普通にやってたんだ光源氏はいかにクズかっていうのを知れる面白い漫画。そうです。なるほど。じゃあちょっと古文これから頑張りたいと思って、特に高1生ぐらいだったらね先にこれ読んどくといいかもしれないですね。でも確かにそうだ、戦国時代好きになったの、うん、漫画っすわ。あの日本の歴史ってやつね、とか、うん、武田信玄だけで4巻とか読んでましたから、うん、すごい歴史オタクとかもね、なんかそういうのは入り口だったりしますよね。だそれでいくとおすすめの参考書が一冊あって、うん、怖くない古文漢文っていうやつ知ってます？あれね、古文界の参考書一番好きですね。いや本当にね、あれこれ何がいいかっていうと、まず漫画でね説明してくれるんですよね。しかもカラーでね分かりやすく解説してくれるから、これがやっぱ取り組みやすいですよね。そうですね。で、まあ、本当に短い文章が漫画で理解できました、言ってなんか本当に、まあ、言っちゃったその小ボケとかあったりするわけですよ、古文の中とか、うんうんうん、そういう展開みたいなあるんですよ、そのボケみたいなのが、うんうん、
でそれがあそういう笑いなんだみたいなのも分かった上で、まあ、いわゆる文章ですよね、古文の結構補助輪がいっぱいついてるんですよ、文章を読むときに。なんであなるほどねっつって、古文読むってこういう感覚なんだっていうのが、ある一冊やるだけで結構アレルギーを取りやすいかなと思ってるんで、まあ、私みたいな人はそういうのがおすすめかもしれないですね。だ特に今受験生とかだったら、さすがにさ今からその朝日夢見しをね全部見る余裕はなくなっちゃうから、どうしたんだっちゃうもんね、光源氏やべえとか言ってたら何やってんだってなっちゃうから、さすがにそこまで時間なかったら今言ったような参考書とかを取り組んでもらえると比較的ねその古文嫌いを発症せずに取り組めるのかなと。ちなみにその朝日夢見しはどれぐらいで読破したんですか。どれぐらいですかね。でも私結構そのもう読み始めると止まらないタイプで、本とかでもこう一冊読み始めるともう読み終わるまで寝れないみたいなタイプだったんで、結構な短い期間で多分1ヶ月とかかからずにバーって読んだ気がしますね。ハリーポッターとかもねめっちゃねずっと読んじゃう人とかいますもんね。そんな感じです。帰りの電車とか行きの電車で1巻ずつ持ち歩いて毎日読んでったら割と隙間時間、まあ、確かにね、あのどうしても隙間時間をまだうまく活用しきれない子って、隙間時間どうしてもなんか勉強嫌だって思ってスマホ開いちゃう、スマホに手がいっちゃうから、それよりは漫画読んどく方がね、あの有効に使えるかもしれないですね。ちなみに古文単語もあるんですけど、古文単語は何が面白いんでしょうか。古文単語はこれは面白いです。面白い面白い面白い。古文単語はめちゃくちゃ面白くて、やっぱ古文単語って深い意味があるんですよ。一つ一つの単語に、もちろんその一つの単語に1個とか2個とか3個とか、いっぱい意味があるじゃないですか、はい、もうそれがいいんですよ。でそのやっぱ一見全然違う意味ついてるやんって思うじゃないですか。語源とかその意味のなんかその由来みたいな見たら、そういうことかみたいな。個人的には結構ね、でもこれ確かにって思うのがあって、イメージとかね、プラスとマイナスの意味がさ、はなはだ素晴らしいとかひどいとかって意味が入っちゃってるんだけど、でそれって日本語で言うやばいみたいな感じだよみたいな考えてみると結構面白かったりとかね。えだって面白くないですか。日本語でもさ、だって外人からしたらさ、いろんな場面でなんか変な人を見て、うわ やばいって言ってることもあれば、美味しいの食べてやばいって言って何言ってんのこの人たちみたいになっちゃうのが、まあ同じような感覚である。いやしじゃないですけど、あのすいませんとかはよく言いますよね。どんな場面でもありがとうでもすいません、謝罪でもすいません、そんな感じです。例えばなんか言えっていう単語があると思うんですけど、で普通に理由とか原因とか、まあ、これは結構まあ現代で使われる使い方と結構似てるんで、ゆえにとかね、あそうですそうです、納得しやすいかなって思うんですけど、あとは趣とか縁故みたいな、ゆかりですね、みたいな、そういう意味もあってとかってなんか全然違う意味かなって思うんですけど、例えば私の覚え方ですけど、趣っていうのはで感情を動かされるその理由が趣なんですよ、とか、あとはゆかりとか縁故とかだったら家系図みたいなあるじゃないですか、こう自分が生まれてくるまでにこんだけの脈々と続いてきたものがあって、それがもう自分が今ここにいる理由みたいな、なんかそういう風に覚えたらめっちゃ実はつながってるやんみたいな風に覚えれて、それがめっちゃ楽しいなって思ってました。なるほど、語源の核となる意味があって広がりから派生してるに過ぎないんだって覚えると、確かにね、その一見わけわかんないような意味が並んでたとしてもこうつながって、しかもそれが面白く感じられる。 そうです。それはどの単語帳だったらできるんですか。私が使ったのはあの330です。私はこの単語帳を使ってたんですけど、これは結構なんかイラストとかもこうたまに書いてあったりして、この言葉が由来だったりとか、あとはこの言葉が使われる場面とか、そういうのもしっかり書いてあったんで、結構単語帳っていうよりかはこう読み物的な感じで、で例文も結構 2,3 個書いてあったりするんで、本当に読み物みたいな感じでこう読んで楽しんでました。まあ、この330だったり、まあ、こちらの315あたりはね、まあ、そこら辺のなんか漢字の当てはめとかもねしてくれてて、でその語源をこう考えながら覚えられる工夫がされてますよね。古文単語は深いと、はい、確かに意味付けて覚えるのが好きなんですよね、日本史だったらそのストーリー性無視して日本の人の名前だけ覚えるとか結構そもそも暗記効率悪いじゃないですか、で英単語もぶっちゃけ語源とか好きなんですよ結構。なのでひらがなで大体書いてるじゃないですか、それがなんでもともと漢字がどうで、なんでこの意味が関係してあって、具体的にどう使うかとかまでちゃんと見た上で可愛がってあげたら覚えられたかもしれないですね。覚えられたというか覚えようとしてなかったっていうのがまずある。個人的にはね、やっぱどうしても古文単語を深めるっていうところまでこう気持ちがいかなくて、もう自分はねもうゴロゴでもうねゴリ押しで一気に覚えちゃったタイプだったんですけど、まあ、そんな風にねちょっと古文単語も面白さ見出せたらね応用が効いて良さそうですねっていうのと、あとやっぱ武田塾来て思ったんですけど、学校の古文単語テストとかありました、やってま
ましたよ、一応やってましたけど、結構ペース遅いじゃないですか、英単語もしっかり学校テストって。だからなんかやっちゃあ忘れやっちゃあ忘れみたいな、結局全部覚えきれねえんだけどみたいなっていうのがずっと続いてるっていうので、無駄なしめんどくせえってなっちゃったんですけど。じゃあ船澤先生はなんかどれぐらいのなんかテンポ感というかで古文単語覚えてたとかありますか？そうですね、私は15単語ずつこうテストがあって、その15覚えて、その次の15覚えて、さらに15覚えて、それが終わったら45ドーンってやって、でまた次に進んでいくみたいな感じで、結構多分高1の時から何週か具体的に覚えてないですけど、はい、何週も何週もしてた覚えがあります。3日1日ペースなんですかね、片付けながらば最低何週はしてとか言います？でもそもそもその45個仕上げる間に何週もしてますよね。そうですね、行き帰りの電車で見て、で何週も何週もやって、こう赤シートで隠しながら、でそれでテストでやって、でまた次やってっていうのをやりながらサイクルを多分 2,3 週はしてたんじゃないですか。でも高1でほぼほぼもう覚えてたっちゃ覚えてた。そうですね、高1で大体少なくともメインの意味は覚えてましたね。ちなみになんですけど、例えば英単語とかって受験でまあ2000語とかね、まあ、場合によっては4000、5000と言われますけど、シスターの見出しぐらい言ったら大体2000ぐらいありますと、でいうのが英単語だったら覚えるじゃないですか、英語としては、はい、じゃあ古文単語ってそれに比べてなんかどれぐらいの負担かというか、どれぐらいの勢いでいけば結構300何十語仕上げられるよみたいな差とかってありますかね？そうですね、めちゃめちゃ感覚的な話で言うと、はい、大体5分の1ぐらいの労力があれば、これ結構意外で、語数で言うとまあ大体1対7ぐらいになってくるわけじゃないですか。そうですね、そうです、まあ、ただ個人的にはもう古文単語とか嫌いとか言いつつも英単語よりはなんか覚えやすい気がしてて、なんでかっていうと漢字の当てはめとかできたりとかするから、はいはいはい、と思ったんですけど、そんなことないですか？なんか結構やっぱりその一語に対して意味がすっごいいっぱいあるのとか、あとは派生語とかで結局表紙に書いてあるのは315とか330とかなんですけど、その下に派生語でめっちゃ書いてたりするんですよ、私は結構そういうのも見るのが好きなタイプだったんで、それも結構しっかり覚えようと思ったら、まあ、5分の1ぐらいかなっていう、ね、いや確かに竹田塾の4日2日ペースでやるとしたら、英単語1日100個とか全然みんな覚えられるわけじゃないですか、ってことは1週間で400ですよね、だから見出し語の一語一訳だったら理論上1週間で終わるってことですよね。この複数訳あるし、派生語とかも気にしながらやっても、まあ1日50とかやったら、2週間で終わっちゃう。もうちょっとライトにやって1日20個でも4週間か、それでも1ヶ月あれば終わるってことですね。多分個人的になんかもっとね、すごいなんかライト、英単語に比べてライトだった感覚がある理由としては、まあゴロゴだったんですけど、ゴロゴね565語あるんだけど、これね本当1週間かけずに終わらしちゃったの。最初の一読多分1日ぐらいでまず漫画みたいな感じだからさ、一気に読んじゃったんだよね、でその後は本当に出てきた時にあの都度確認するぐらいになったから、なんかすごい後々考えてみたらゴロゴ使ってからめっちゃ早かったなと思ってて、でもどういうタイプが好きかどうかは人によってあるにせよ、一気に仕留めちゃった方がいいんですかね、なんかダラ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 テストとかに合わせてやってると永遠に覚えなくて永遠に面白くないんで、最初の頃さずっとね後回しで古文してたからずっと足引っ張られてたので模試とかで毎回ね点数引っ張られるの、でも一回ねやっちゃって得点源にしたらもうあとはめっちゃ楽だったっていうね、だからもっと早くやっとけばなっていうねちょっと後悔ありますね。確かにね、305もあると考えるか300しかないと捉えるか、これで結構モチベは変わりそうな気がします。これねおすすめな方法があって、結構武田塾に入ってくれた子とかでもね、ずっと古文苦手なんですっていう子ね、もう逆にね最初の1ヶ月も一気に集中して古文終わらせちゃうぐらいの勢いでもう短期集中でやっちゃうっていうの結構ねたまにやることがあって、そうするとね勉強やればできるじゃんっていうの結構実感しやすかったりするんですよね。大体武田塾の古文のルートもね1ヶ月でもう単語まずは仕上げちゃおうぜっていう構造になってますもんね。ということで、まあ、ずっとねどうしてももう苦手意識あってもうダラダラいっちゃいそうだって子は逆にねもう短期集中で一気に終わらせにかかるっていうのは一つの戦略かもしれない。ということでまとめると、古文が嫌いな高校生の清水くんみたいな人はどこを意識して何をすればいいってことになるでしょうか？まず一つ目は問題が解けるっていうその実感を身につけながら勉強するっていうことと、あとは古文の文章の面白さを知るっていうのがまあ二つ目ですね。三つ目が古文単語をもう集中的に最初に一気に終わらせて、それも文章が読めるっていう成功体験につなげていくっていうのが大事かなと思います。ということでどうですか、古文嫌いの清水先生は、まあ、今回古文を少しでもいいと思いましたか？そうですね、やりようはあるということは分かりました。いや私もね、いやちょっとね朝木夢見氏ちょっと読んでみたいなとは思いました、どれほどのクズ男が登場するのかっていうのはね。そう、理屈上勉強が正しくなる構造は確かに今日の話でハマるなと思ったんで、で実際やってみないとさ本当の面白さは多分伝わりきらないと思うので、まあ、これからやる皆さんはぜひ頑張ってほしいですね。ちょっと我々もね2人でね古文嫌いで読んで読み終わったらしっかりとねいつかレビューしたいと思います、はい、ということで古文特別会でした。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。